It is. It is. どうも、ムッサンとジャンです。本日もよろしくお願いします。天外の巨星に涙、です。やっていきます。前回は、地獄巡りですね。地獄巡りって一物と一回対決になりました。で、まあ、対決したんですけど、一物は退却しましたね。で、その後に、まあ一応、あれですね、なんか病気みたいにかかってたんで、別府温泉で、まあ、休んでる間に、あそこ。坪手山でしたね。坪手山のところの、薬を取りに行くっていうのがですね、草を取ったんですかね。万名草でしたね。万名草でしたね。まあそういうようなので、草を取って、まあ、綱手さん、が、ですね、薬を作ってくれて、まあ、なんとか一応、治ったっていう感じですね。で、その後に、その、温泉宿から出たところに、一物が現れて、まあ、普通に乗り移ってたんですけど、石坊主の何枚ラブで、なんとか、乗り移るのを、回避することができたと。牛坊さんがいると、ああいう手は大丈夫っぽいです、で、その後に、なんだっけな。ユギンが危ないって言って、桃寺が危ないって話になって、桃寺行ったら、白もつと、黒もつってやつに襲われてたと。で、黒もつ、その2体を倒して、で、まあ、一物は戦わなかったですね。で、まあ、変化場に行けってなるね。基地を連れて変化場に行けってなってるんで、高千穂村に行って、基地を連れて行くっていう流れですかね。どうなんだろうね。普通に仲間になるのかな、さっきパーティーでした。ただ、レベルはちょっと心配ですね。3なんで。で、3なんで、話ですけど。最後まで行けばじゃあ、いいのかな、もしかしたら。多すぎっすよね、赤羽さん。死亡図なんかずっといそうな気がしますけど。前作の極楽と同じタイプだよね。あれっすね、移動がめんどくさい。とにかく移動がめんどくさい。どうにかならねえのかなってありますけど。まあ、いっか。いやー、パート4で、一つ目のボスが倒せて、って考えると。いやー、めちゃくちゃプレイ時間かかるかもしれないですね、もしかしたら。いや、もう覚悟してやっていくしかないですね。高千穂村着きました。千穂の家に行けばいいのかな、とりあえず。一応無事だったんだよかった。あれ一応と一緒じゃないか。お前のとこ行くって言ってた。ちょっと待って、入れ違いじゃねえかよ。ふざけんなよ。マジか。ちょっとどこに行ったかって教えてほしいですね。あれじゃもうこれ現地に行きゃいいのかな。サッカーの入れ違いなんですけど。いやいや、もうわざわざここまで来といて、そりゃねえよ。なんかフラグが立つんであればいいっすけど。
帰ってきたと思うとすぐに出て行っちまったみたいで、お前探しに国先へ戻るとか言って危ないとこ行った。ああ、じゃあもうやっぱ変化場に行けって流れだ。涙のとこへ戻る。いやいや。いやもう。どこで合流すればいいか。っていう。いや、じゃあ、しょうがないんで。地獄巡りの北に向かえばいいんですか。毒が、あ、毒が機能してるんだ。いや、あ、やってないっすよね、絶対。ないっすよね。それ系がないんだ。しょうがないんで、はい、戻りましょう。こっちでした。の行ったらもう捕まってるんでしょうね。あと4なんで、あと7つ島が考えると、いやーでもあれっすね、最初のここの島はかなり狭いんで、カウントで対象にならないっすが、なんか西の方の国とかめちゃくちゃ広かったっすもん。九州なのに、あれっすね、島で分かれてるのがすげえ謎ですけど。めんどくさいんですよね。佐賀に行くの船じゃねえといけねえし。佐賀牛がありそうですよね。佐賀牛をちょっと楽しみにしてます。佐賀といえばエガちゃんです。あれ？ちょっと待って。行って下でしたっけ？おっか。あれ？ちょっと。こんなに遠かったっけ？あ、こんなか。地獄がいたところの奥に行けばいいのかな、地獄。に関して。なんか行けなかった道が通れるようになってんすかね。じゃないと、わかんないっすよ。1800のボールどこ打ったかなっていうちょっと考えてるんですけど、いやー、僕は片っ端から見とけばよかったな。
奥おじです。窓を開けるともふさんが警備してくれるのでうちは安全ですね。あめるごっしょなんなんなん攻撃じゃねえの、完全封印だけなの。いやー微妙っすね、微妙っすね。こっちから一物とか行くのかもしれないですけど、メロンも先に覚えちゃおうかな。こっち行ったら普通に出てくるかもしれないですけど。いや、出てこねえわ。いやー、じゃあやっぱ現地集合なんだ。まさか。連れてきてねえじゃねえかーとか言われそうっすけど。いやー、しかもこの山通んなきゃいけねえから、もう戻れないっすよ。よし、覚えた。新しいのは覚えないんで、まあ、こっから先はレベル上げないとなんだけど。お、なんか覚えた。覚えましたね。早速覚えたな。あれ違うな。いや、さっきのあれか。継続したって言ったのか。ですね。いやー、綺麗揃いましたね。どうしよっかな。一旦これでいっか、じゃあ。必要ないんで、あれゲージを貯めておきましょうか。レベル10になったら覚える可能性あります。いやーもう、牛さんの出番がなさすぎる。マジで牛さんの攻撃、全然攻撃できねえよ。なんちゅうゲームやる。
今うちさんか。あれですね、ガチであげるんであれば涙を10かなんか使わせといてっていう感じで良さそうです。今言った突然があるってのを考えるとあっちゃあチェスリーポイントあるからもう気にしなくていいんだよ。全く減ってないです。演技場にセーブポイントがあるから、あったらもうかなりあれですね。ないもらう、低いですね。回避できますから。使っていきましょうか。音速速だったら20なんで比較的やりやすいです。これか水星剣、水属性の攻撃を行う。地獄メドレー抜けてきたに行くってな。いいですね、敵全体なのです。いや素晴らしい。水星剣いやー次2400かしんどいなあーそうやん、地獄巡り100くれるんでここならっていう感じですか。強いんで、これを、仮面にして、仮面使えると思うんですよね。まあ、防弾が結構強いんでね、仮面。
なんてことちょっとあんた聞いてくれる。国先の北が、梅里村の方へ出るのここ右の道を行くしか、ああ、そうっすね。前の地震でがっくりしまって通れなくなってんだ。こうなったら日の出村の村長さんに頼んだ。あ、これか。これだ。村長さんに頼んだあれを分けてもらうしかねえな。日の出村の村長とか言ってくるんだけど。なるほどね。はい。いやー、活かせますね、いろいろ。いやー、歯衣がねえのに。引き伸ばしっすね、引き伸ばし。感想でとかね、一切見てなかった。ちょっと何も装備してねえじゃねえか、まさか。いや、まさか何も装備してなかった。いや、さすがですね。あれ一部のお守りどっち、あれちょっとお父さんのやつはどこ行ったの？あ、父のお守りはあれか、涙しか装備できねえ。いやまさか日の出村が意味ある村だと思う。逃げたいっていう気にならないですね。もうすでに逃げても時間かかりますから。村長の家どこでだ？どこだ？そもそもどこだよって話です。変ですかね。あ、ここか。ああ、まあ確かにこれ怪しさ満点でした。ドーンとかバーンと爆弾みたいな手に入れるんですか、何台邪魔だよ、素材集めてこいって言われそうだな。お気に入りの筆がええとすっかりボロボロでの新しいモーモージの筆が欲しいんじゃ、こう化け物だらけだかいに。うーわー、ちょっと待って。いやー、こっからモーモージに行けっていう流れかよ。いやー、クソめんどくせえやんけ。いやー、最悪だ。最悪。マジ最悪だ。いやー、なんちゅうゲームだよ。いやー。いや、確かに。確かに、この辺でなんか積む人多いかもしれないです。このゲームに対して。あったからあったの。いや、もう無駄な作業が多すぎだよ。
紹介役最初から羽衣を設置しとけよな。いや、まさかの桃で山で戻んなきゃいけないんすね。いや、すごいゲームだ。いや、あれフラグ立てないとダメなんでしょうけど。は楽しいんですよ。なぜか苦行感が半端じゃねえ。なんか地図見てワープできればいいんですけどね。みたいな。みたいな。できないっすね。いやー、できないっすよね。さすがにね。どこでもワープしようがあればよかった。なると思うんだよ。あの最初のとこはしょうがないですね。まずまずなさそうですか。YouTube とかアーカイブで見る人はもう、あれですね。早送りする。っていうのはもうすぐわかります。絶対こんなとこ飛ばします。俺的には全部見てほしいですね。このグダグダグダってるところを見てほしい。よし。トリトリしてればね。まだ許すと。モフオジです。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか運動をしないといかんですよね。ほい。ただその筆を買うときに一応出てくるかもしれないですけど、
対はしてないですけど。いや、あと一回で話しよう。いい、たまんなかった。全く進めない感じ。だけよ。新しいの覚えないですからね。あー、覚えねえわ。じゃあ、まあ、でも使ってましょうか。ナビ。スン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 。どんすここ当たるのいいっす、ね、おもう1時間じゃねえよ。されてんじゃねえかな。いや、入荷されてなかったら最悪っすけど。いや、頼むぜ。その辺は頼みます。もうただそれ多くしてんだから。
いらっしゃい。筆はいかがですか。衝撃を免れた筆はいかがですか。どれだよ。いやいや、どれだよ、これ。貞子。なんでもいいんですかね。わかんねえ。買っちゃうか、じゃあ。全部買えば、まず間違いないです。何も上がんねえ。いやー、なんだこの名前は。いやー、まあ入れば、いった最悪全部買って、貞子以外、貞子高いの無理っす。いやー、それであれを、あれを、あの筆を持ってこいとか言われたら最悪っすもん。いやー、完全な無駄がねえっすけど。あー、もしかしたら、いや、なんか普通にくれる可能性もありますけど、いやー、多分それはあんま考えたくないです。いやー、まさか4種類あるとは思わなかったな。まあ、いや、行きましょう。まあ、後々なんかよ、あれですね。使えると信じて、とりあえず、進みましょうか。1万のだったら絶対無理なのね。そうしたらもう確実にクソゲー認定します。クソゲー認定します。なんで1万貯めなきゃいけないの。序盤の序盤。できないから本当にしかないんですよ。モフさんとおじやんです。先日略称はモフおじで決定しました。よろしくね。貯める覚えぐらいの調子。は
よし。オッケー、あと1だ。いやー、やばし。熟練のシステムなかなかしんどいっすね。本当に少なければいいんですけど。10ぐらいでいいっしょ。30とかまじしんどい。うん、これで若草覚えたんで、ウォーズの若草ちょっと。牛ウォーズも回復できる。素晴らしい。うん。OK。巻き物を外す若草。外れた状態になってますね。一回離脱したからです。ねえのかよ。ねえ。あーあと4です。2回攻撃しかできねえよ。盗めて、大変盗める可能性があって便利かもしれない。いやー、なかなか出してくんねえな。
ゲームは PS5 でプレイできれいって。ただロード問題なくなりますけど。いやー頼むぜ、じいさん。じいさん頼むぜ。4つ買ったんだから、じいさん。お気に入りの筆がすっかりボロボロでの、新しいモモジの筆が欲しいんだよ。むしろ持ってるのはモモジのマリコの筆。うわぁ、限定ですね。マリコの筆限定だった。あぶねぇ、わし譲ってくれんか。そう渡しますか、はい。涙、マリコの筆を渡した。もういただけんか、なんとまあありがたい。では、これを。わしから感謝の気持ちだ。涙、湯の花を。ヒントきついっすね。いやよかったこの筆。ああその湯の花は温泉の成分から作った飛躍じゃ、ドッカンとスッキリしたい時にパーッと人を懐かせるんで、そいつ使えば邪魔な岩も一発で吹き飛ぶから、あときはくれぐれも注意せよ、人がおらんところで。いやマリコン絶対ノーヒント。村の住民が、あの、誰かが、マリコがどうたらって言った可能性ありますけどね。いや、そんなのいちいち覚えてらんないっすよ。起きたの昨日ですから。気分で使い分けてるとか言ってんのはよくわかんない。じゃあマリコ以外も OK だったのかもしれない。いけるよ、なかった。さあ、こっからできは、結構だるいな、多いっす。とはいえ、ボスさんがいるんで大丈夫そうですね。モフおじです。窓を開けるとモフさんが警備してくれるので、うちは安全ですね。なんことは聞いてくれば一緒か。村が一個あるんですね。ありがたいですね。涙、湯の花を使ってみよう。叶えない。涙、湯の花を使った。いかん涙離れよう。いや、湯の花がこんなになるの。ふう、驚いた。これ先へ進めるな。しかし湯の花とは異様なだけに、なんとも異様な匂いだった。うわぁ、うわぁ、ゆっくりかましてきましたね。はっはっは。てん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 。さあ、行こうか。こっちがてん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 だよ。
208よ。良いね。逆転属性はいいっす。僕出口だったらありがない。そうよ。いや違うか、さすがに違いました。よし、セーブしましょうか。で一番でしょ。ん、この中に入ったダメージは食らってない。いや、なんかフーとか言ってんのに、いいからさ。ラウンかい。いや、どうしようもできないですよ。いやー、もう全然見えないよ。これどこに行きゃいいんだよ。広い、しかも無駄に広い。だからありそうだけど、出ましょう。これでさらに回復できるな。うわー、なんか出てきた。いるんだ。一物かよ。おい、女は連れてきたか。いいえ。いねえじゃねえか。ふざけやがって。連れてこねえ、てめえ。俺は女連れてこいって言ったんだよ。あの日の女を。連れてくる必要性がね。湧いてきた。白松、黒松、このバカどもに思い知らせてやれ。二度とふざけた真似できねえようにお仕置きだ。お仕置きしてやるからな、な。相変わらず一緒っす。お仕置き。お仕置き。まさかこっちは2回も戦うことになると。おしおきおしおき、ちょっとなんかよくわかんねえ、でかいの出てますね。いやー強そうだなこいつ。湯煙ニュード。いやー、醤油だるいな。いやー、こっちに行くと思うんですよ。お湯引き。いやー、しかも範囲、150じゃん。いいじゃねえかよ、こいつ。いや、こいつはしれっとくれよ。50食らって、いやー、なかなかっすね。まあ、ヒットポイントが結構上がってるからか。いやー、もうそのためるか。
弱っ全然食らわねえじゃん。いや、こう石詰めてでも行ってよ。これでぶつけ多分死ねば大差もねえんだよ。音力に余計なんてやってきました。しかも力がさ、一人高えな今回。いやー来たね。確かよりよってそっちかよ。いやそっちはやめてほしかったな。最高にしたぞ。いや、結構食らったな。いやー、これ回復した方がいいかな。怖いっすね。まだまだ。うん、いいよ、タイミングですね。いや、どけねえ。いや、一目たっけえな、こいつ。いやー、さらに呼んできやがった。よしよしよし、これで仲間呼ばないね。魔法師です。窓を開けるとも負担が軽微してくれるので安全ですね。いやもう焦らずにこれ一回回復しましょうか。買ってきますよね。いやー俺言ってーよ。もう止まった。こっちもか。うん、仲間呼ばないで見るだけです。はい、OK。 1800も出てる。
構えるか。まあ一緒っすね。これは一緒っぽいです。しばらく合唱でいくか。攻撃のやつを埋めたいですね。まあ、リズム終わりか。あ、宝あんじゃん。入れたらやんの。いやー、しかもこいつもデフォルトで出てくんのかよ。いやー、しんどいっすね。いやー、使ってきやがった。いやー、だるいっすね、これ。いやー、敵が急にね、だるくなってきた。よし。で、敵の風でもってあんなに食らわねえね。あれはあんながっつり食らわねえ。凸凹した飾り良さそうに出てきました。なるほど、鑑定必須だよ。よしよしよし、出ましたね。あ、すぐ裏あんな。枯れた木が見えるのはちょっと気になりますけど、枯れてるんですよ。爆裂層、炎か。気合い。
428。いや、すげえくれますね、経験値。いや、ここに来てすげえな。さあ、着きました。梅里村。人は普通に住んでる。これ梅里村って言うんだよ。その後で美しい梅が自慢だったのに、今は人との咲いちゃう。ああ、だから枯れてんのか。下津の幸せです。でしょうね、奇妙な城と何か関係があるのでしょうか。あれさて、防御は機能してねえぞ。こっちなんだ。あ、こっちなんだ。これはなさそう。あ、これ上がるね。これ買っときましょうか。すげえ上がるな。上がり方が普通じゃねえ。44とか。ボードはないんだ。この村に住んでる人、ミサトバイエンってのものすごい変人。でかい透明画で夜空を見て宇宙だとか地球だとか何を言ってんのか俺にはさっぱりわからん。うちの子があのミサトバイバイとかいう変な人に懐いちゃって、ああ、普通にいるんだ。バイエンさんの話好きなんだ。難しくてよくわかんないけど。他人の噂ばっかりしてる母ちゃんの話よっぽど楽しいよ。そう。まあ、まずは話聞いてみましょうか。いや、広いな。この村の北の伊野村山っていう山があるんだ。山があるの？伊野村山のもっと北、いつの間にか変な。いや、ちょっと、まあ、山飛んでていけねえのかよ。大きて不気味で驚きすぎて腰が抜けようと。いや、そっしろじゃねえのかよ、まさかの。いや、作り込んでんな、このゲーム。ああ、このハサミもダメだ。もうすぐ切れ味悪くなっちゃう。ああ、もっと丈夫で使い勝手のいいハサミはないのかしら。これが依頼か。この依頼っぽいね。いや、こんなとこ歯が合わなかったら絶対来ねえですけど。一度目折ってきましょうか。ハサミが必要。さっと戻りました。ハサミ。防御。まあ、おそらく掲示板に増えると思いますけど。あ、最低あんのか。最低あんのか。いや、つらいっすよね。水ってる感じっすね。まあ、そうでしょう。宝石はないんで、今ここ欲しいのないっす。山があるんだったら、そこにセーブポイントあるし。間違いなく。この村の名物は二つの梅じゃよ。花の梅園と人間の梅園じゃ。どっちもこの階段登って先じゃよ。
お前、俺たちの言葉わかるのか。なら教えて、そろそろ体を、あげる、飾りを作っておくといいぞ。生命の石だか、来たか、これだ。来ました。福財、水晶、水、生命の石。あるかな、木材。屋台にいる白猫は天狗様使いなら、みんなこういう有益な情報を持ってるって。木材があるかどうか。水晶もあるんですよ。いやー、木材ないっすね。ねえよ。いやー、何してるんだろうです。いや、僕は有名人なのぜ。いやー、持って持って前にしたい。ん？君も僕のグッズ欲しいのか？だったら君も君のグッズをくれよ。動画を。そうだな。この赤い髪には青いトンボ玉のかんざしとかがいいね。ねえもんだけ気持ちいい。やっとねやろ。トンボ玉のかんざし。青い。そこはバイエンさんに研究の道になっていなければ面白い話を聞かせてくれる。ただ話が難しすぎてさっぱりわからない。じゃあ聞いてみましょう。地球は丸いんだ。宇宙あるんだ。お前も宇宙の故郷を知りたいか。宇宙、そもそも魔と世がアトミを生み出した。何言ってんだこの世の始まりであった二つは同心縁である。巡る巡りと変わらず始まりは喜怒哀楽であり。そして心が頬を生み出し、いつしか火に分かれ無限に回転する。これが宇宙の極意だ。今お前に宇宙の極意を授けた。涙、宇宙の極意だよ。え？これなんだ？そうだ、お前は逃げられない。この宇宙の真理から。何これ？何のたれ使うの？新たな極意を知りたいか、あるんだ。ざっと言いましょうか、長そう。愛してる。いや、お前、言葉の極意を授けた。いや、これ何に使うんだよ。お前の知ってしまったこの世界の極意。お前授ける極意はねえの。二つだけが。だが、それもかまわん。梅が枯れてしまうと新たな極意、梅梅化が作れるのじゃ。ああ、じゃあ、梅はどうにか死ねていけねえんだ。一物倒さなきゃダメじゃん。うん、枯れてますね。ある日突然この村に奇妙で下品な奴が現れると。そいつは梅の木に唾を吐いたらこの通り全部か。うわぁ、唾で枯れんのか。最悪っすね。気持ち悪い。いやぁ、あいつの唾だけはちょっとかかりたくないですね。春。春ほどの曲。花は咲かせることができる灰があるって噂を聞いたんだ。本当かな、いまいち信じられない。変化じゃ、切る流れじゃねえような気がするんですけど。虫眼鏡を見に固定。タイトルを、演技場へ行きたい。しっかりときます。行けてないっていう。1時間経ってる。いやー、広いっすもんね。普通に広いよな。リングとかありそうっすけど、これ山か。
そう効かねえ。経験値がうまいね。そりゃ上がるよ。スパーナーもない。この石が合わせ。1000超えてますね。すでに1000超えてんな人10段でもな5000ぐらい1人できそうなんだ牛ボール貝殻買ったやつが貝殻こそ。なんか出てきたね、地蔵みたいな地蔵みたいな出てきた、でっかちすごいの出てきたな。いや、硬いね。ストールかな。あー、通るね、水が出てるの。いや、もうあれがあるから井上陽水ら使う機会がないっす。ダメージぐらい料理あってもいいですけど、こんな。あった。いや、さすがにありますよね。オッケー。例えば皿の上にまんじゅうが10個あったら、力ずくで奪ったやつが次を超える。そう、力こそが勝利の鍵なの。さあ、これを受け取れ。涙、ドンリキ、来たね。力を下げるやつだ。基本的に。ドンリキが敵全体攻撃を下げる。相手の力を下げる。そして、より多くのまんじゅうを食え。相変わらずまんじゅうのくだりをしてくるんです。
これ涙で、まあいつ離脱するかわかんない。気合い入れてあげなくてもいい。誰が装備できるって決まってないのいいっすね。誰でも基本的には装備できるっぽい、ね、見た感じ。ただ全員が全部の巻物を覚えさせることができるってことですよ。気合い入れて頑張る。いや、さすがにそこまでやらないですけど。握りっぺ来たね、来た来たね、握りっぺを覚えました。今使いそうな顔してますけど。特異みたいな顔してますけど、相手をかすみにする。いいね。いや、巻物いらずじゃないですか。いやー、どっちだろうね、これ。左から行きましょうか。これ出口ですかね。出口だったらいいっすね。登山口って書いてある。いや、さすがにそれはねえか。さすがに山を登らないとダメっすね。いや、一直線ならいいっすけどね。しっかり分かれ道があるんだよ。
れみたいに、フィンガー武器の2みたいに、敵が出なくなるじゃないですか。あ、クリアした。するとね、探索がはかどるんだ。うわ、すげえ、740。経験値がすごい、うますぎる。それでもがっつり求められる。おっと、これが中間ポイントですか。単調なのか。あれか、あれが変技場か。この道を下っていけば、井上山の北側へ出られれば。見えちゃう武器のもやが何かわからない今つかつかほんで行きます。何やねんあの気味悪いもの。わしはこっから見える景色は大のお気に入りじゃったのあれがなきゃ景色いいよ。下っていってどこから下るの。いやどこを下れへんかわけわかんないですね。ちょっとここですかね。あーここだ。わかりづれあそこは出口ですか。よしよ、円滑しね。で、こういうのは、技能の認可か。あ、どこで使えばいいかわかんない。なんかすごいの出てきたな。なんだよ、あいつ。生きてまだ食券が出てくる。大目。うん、通った。岩なのに水が通る。あれちょっと一応来た。急に来たよ、急に。なるほどね。ラグの戦闘になったんだ。お掃除です。40代になってもそこまでシワは出てきません。変わったといえばもみあげに白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるのでそこら辺になったら40代ですね。いやー、三段を。ですよね、まあ、破壊魔法とか食らったら死ぬんじゃねえのか、150じゃん。いや、絶対わからないですよね。そういう敵が出ねえのに乗るしかねえじゃん、この。よし。急に現れましたね。一応殿、つぐみ殿、どうしてここに。高千穂村で静養しておるはずでは。ごめんね、どうしても追いかけるって泣いて頼むからさ。ごめんなさい。でもイチヨ殿、一物の狙いはあなたですぞ。ここに来てはまずい。牛坊主さん、涙、これ涙、母からの手紙を。あ、これ帰るんですかね、結局。涙、母さんの許しはもらってきたわ。あ、じゃあ来るお願い、連れてって私も戦う、あなたと一緒に。そりゃ無茶だ、一応殿。いいえ、これは私の戦いでもあるの。父の仇を取って。お願い、あなたと一緒に。いや、ここまで行ったら連れてこうぜ。涙、何言ったって無駄だよ。私が散々言ったのに、この子ったら聞きゃしないんだから。だから頑固。つぐみさんじゃあ、私はここで。聞いたことつぐみさん、あ
ありがとうございました。めちゃくちゃ可愛いんですけど頑固ってさあ、涙、牛坊さん、行きましょう。来た、一応仲間になった。まあそうっすね、最終にいるってことですよね、多分。いやー、レベル3はちょっとかなりしんどいですけど。いやー、この体力で活かせんのかよっていう、ちょっと嫌がらせに近いですよね、これ。なんかしたら。あれっすね、これの敵と戦ってれば、おそらくレベル上がるか。MP すごいっすね。MP すげえな、もう若草を装備させてもいいんじゃねえのっていうぐらいすごいっす。術は何も覚えてないっす。いやー、どうしよっか、なんか溶かせるかじゃん。本気、医療でもかけさせましょうか。あ、しといて。いや、これで離脱したら最悪ですけど。ここまでやらすと。いや、もう装備服買ってないですかね、一応は来る想定じゃなくて。いやー、ねえよな、装備してないっすよね。まさかの朝の服かよ、最悪っすね。いやー、これこんなところから、それ。そうなるっちゅう。いや、敵だけはすぐレベル上がると思うんだよ。さっきまで上がったって。279っす。いや、もうすぐダンジョンだ、すぐダンジョン。あった、あんのかい。どうだ、今、あんたに吹いてる風は逆風かい、それとも順風かい。風はと、風の魔法かな、勝手気ままに吹いてるだけで、本来順風も逆風もないのさ。だから風に逆らうんじゃなくて逆に利用する術を覚えれば逆風は順風に変わる。さあ、これを受け取る。涙、洋風が来たね。風の攻撃だ。負けも手に入れた。洋風の実は敵全体の風のダメージ。厄介な敵を一気に吹っ飛ばせるぜ。敵全体なんだ。風に吹かれな風を生み出す。そして自分自身が風になる。うん。ああ、これは使えそうっすね。これ一応そうにしとくか。回復はとりあえず牛坊主になってるんで、血をとりあえず攻撃魔法か。変換としてね。変換として、血って変換して。いやー、奇襲とかやめて。逃げる。変だったら奇襲してくんだよ。いや、もう今更に初期の敵が出てくるっていう感じがあるさ。いや、まあ、爆弾だけは経験値の声。なるほど。オッケー。じゃあ、また白がけす。あの、機体なんか神社なのすげえ気になります。島、離れてます。あの、船かなんかじゃないとダメってこと。自由に移動できるようになるんですかね、いつかね。
ダメだ、いらんかった。いやー弱いっすね、弱い。通常攻撃が役に立たねえよ。そりゃ3段ですか。上がんねえのかよ。上がんねえのかよ。200じゃなかったっけ ?200 じゃなかったっけ、いや、1上げるのしんどいのか。ちゅうか。届きましたよ。変形場についに来た。すごいとこ来たね。演技場。ここが一物の城か。一葉殿、大丈夫か。大丈夫です。さ。行きましょう。早速出てきました。俺様の城にようこそ。なんつってな。いたいた、一夜。よし、ちゃんと一葉を俺の部屋まで連れてこいよ。約束通りガキどもは返してやる。その辺に落ちてるからな、拾っていきな。そこは返してくれ。家は役の一葉殿、ここは返してくれ。大丈夫、三人で力を合わせてあいつを倒しましょう。そして子供たちを助けましょう。おお、モフさんとオジヤンです。現在生配信はスイッチ、アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、スイッチや TikTok のフォロー、拡散などお願いします。すごい BGM。 ドゥグンドゥグン。助けて、あ、これはこのか。え、この眉を切りますか。はい。もうぞ、もう大丈夫だ。よく我慢したな、偉いぞ。お、おはよう、ご、鼻炎、こうかって。やっと帰れるよ。ずっとこれにあげるお守り。涙、貝殻か。貝殻、素材じゃん。もう、ありがとう。怖かった。あ、もう、早く言うと、もう文字に帰りなさい。わしもすぐ戻るか。吹いてます。お、先生です。エロい。まあ、変わんねえ。病気を移される、言ってんだ。安かってんじゃねえ。使うか。なかなか強いぞ。いや、なかなか強いです。ですかね、もう早速映ってますね。いやー、しかもダメージが通らねえです。
最悪っす。いやー、使い続けねえといけねえのか、技を。なんすかね、これ、どっくらいですかね。1150p。怖いなぁ。TK16ギャンはすごいっすね、このゲーム。いやー、毒食らってますね、さっそ。いやー、それ毒直すのねえぞ。いやー、そんなものも、勝手に治るタイプかな、天外通過して。ああ、モッペラのやつじゃなければ多分大丈夫。そんなやな、さすがに奥にはない可能性もあるけど、でも流れだったらあるもん。こいつも病気タイプか。なるほどね。怖すぎる、一応。あれ、こっちじゃねえんだ。大福餅。いや、しかもあんなとこになんかトラップもあんのかよ。食らってますね。いや、状態以上いくつ食らってんね。ドクロマークしかついてねえけど。二人食らっていいよ、最悪っすね。この野郎。結局積んどけ。いやー、状態異常がしんどいっす。対策一切してないですから。ああ、火薬使っていけばいいのか。肩単体。いやー、すぐかかりますけど。普通の目の前まで残しておきたいっす。敵がワースか落とした。あ、でもさすがあったわ。いや、最悪だ。普通にあったね。残ればいいんですよね、この感じ。あ、
キュンキュンキュン。いやーいいねこの BGM。 一物感が出てます。あればおそらく一発では死なねえかな。発生ポイントあるかな。でいいやしただけでありました。分裂青のカーブ。よしか。この敵整備怖いを出して、おっ、ななちゃん、どの絵を切りますか。裏で助けた人どうですか。なら痛いところはないか。お前を迎えに来たぞ。坊ちゃんおはようござ、怖かったの。でも何枚だ何枚だ。で、指輪にお交わりしてたの。何だ、おもちゃの指輪をもらった。ありがとうな、大事にするよ。ささ急いでおかえり。うん、きっと坊ちゃん元気。このお守りがあると結構楽そうですね。トップクラスだ。あんな、きっと涙が持ってるんで。何も上がらねえ。まさかの何も上がらねえ。純白の舞。お、来たね。これ装備じゃん。これ一応だ。いやー、まあ、そりゃそうっすね。ないとね。武器も置いといてほしいですけど。ないと。村に戻るっていう流れになっちゃうんですか。しっかりしなさい。っていうね、アニメがありました。漫画が。前を切りますか。アニメやってましたよね。
サザエさんの時間だよ。ねえ、強し無事か。もっちゃん、僕は大丈夫だよ。でも、ミノルくんが、ミノルくんが奥に。もう大丈夫だ。この足が必ず助けるから。よしよし、もう文字待ってる。気をつけてね。あ、そうだ。これ、後で食べようと思ったんだけど、みんなで起きる。ギアの鬼。ありがとう。お前も気をつけて帰る。確かね。サザエさんはずっとやってたけど、ちびまる子ちゃんはずっとじゃなかった気がしますね。他のアニメとかも混ざってたんですよ。今となっては多分ずっとやってると思いますけど、最近テレビ見てないんで、今やってるかどうかわかんないですけど。あの二つが今定番になってんじゃないですか、ね。そりゃそりゃで、ね、代わりにあれですね、強ししっかりしなさいとか、あった気がします。やわらちゃんとかもなんか、あの枠じゃなかった。どこだったかなぁ。でも他にもあったような気がしますね。どこかで。12だ。一応10ぐらいまで上がってるとありがたいんです。いや、道がね、一直線なんで楽っすね。で、セーブポイントが毎回ある。ありがたいですね。何これエレベーターか。どこだよこれ。いや、暗くてよくわかんないですね。セーフポイントがまたあった。ちょっとしか移動してない。いや、多いね。多いね。いや、強いな、あいつ。はい、強いんだよね。まだあるか。狭いはず。色じゃないと思うんですよ。展開もあったんですか。宝。なんだあの宝。こうやって取るんだよ。ちょっと起きる感じ。そうだったら次回にしよっか。これ落ちるからですね。2時間経っちゃうんですね。技能のインカーに2個手に。さあ使う場面はよくわかるんですね。天狗魔教シリーズは帰りのルートで
宝の回収すればいいと。さっきの、いや意味わかんねえああこっち宝だ。もしかしたら別のとこ行かないといけないのかな、これ降りてる最中に。うわ、1200ってすごい。奇跡弾、これは回復か。帰らせるやつですかね、もしかして。ここにこれか、あ、防具じゃん。あー、怖いな、乗られてる可能性あるな。いやでもあれか、鑑定必要だから呪われてはいない。そもそも下がるじゃん。3はいけるか、3はいけそうです。 4しか上がんねえのかよ怖いんで。まさかの4しかない。お掃除ですが、エリアはそんなタイプの人間だとは思うのですが、朝夜の晩餐のご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。はっ、2時間になったので終わりましょうか。で、一応はちょっとレベル上げしときます。弱いんで。一応だけレベル上げときます。まあまあ、あると思いますけど。で、次回この続きをやっていきましょう。それで寝ます。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。